こんにちは、西日本武道具の佐川です。今回は無限シリーズの赤無限を中心に他のシリーズ2体紹介させていただきたいと思います。2009年にこれ販売を開始した防具なんですけども、紺丹日本製の藍染めの紋面を使用しておりまして、ヘリ、まあ顎もそうですけども、コテ随所に紺鹿革を使用して、芯材そのものも特殊な芯材を使っておりまして、柔らかい手刺しのような風合いの剣道具となっております。顎の方は抜顎でどんな胴にも合わせやすいような仕様になっておりますし、コテの方は鎧の飾りをついたコテになっております。で、全体見渡して分かるんですけども、顎、コテ、タレそれぞれに白い矢羽が入っておりますので、この無限のアイコンといいますか、目印というふうになっております。赤無限です。中高生の方からたくさんの支持をいただいております。実践型の防具になります。2015年こちらの赤無限というのが誕生しました。作り方、製法ですね、芯材の一部なんかに無限の継承した防具というのがこれこちらの赤無限に一応なります。本来の無限と比べればやっぱり随分全体的に軽い軽量の防具になっておりますが、まあ、軽さを追求するあまりに安全性だけをないがしろにしては防具本来の防ぐということからはかけ離れてしまうんでですね、軽さと使いやすさ、安全性と耐久性のちょうどいい真ん中にたどり着いたのがこちらの赤無限となります。で、面の方ですけども、顎は濃紺斜め刺し、飾りが4段飾りって、まあ、オーソドックスなものなんですけども、面金の裏口元には抗菌加工を施した面金を使用しております。で、胴の方はこちらも人気の高い濃紺斜め総刺しという非常にシンプルですけども軽さを感じるデザイン性のもの、胸を使った胴体になっております。コテの方ですけども、つけた時に感じる軽さ、これは素早い振りへの直結しますので非常に大事なポイントかと思います。手の内の方にはですね、茶革を使用しております。続きましてタレです。極限まで柔らかくした腹帯、お腹に当たるところですね、体の制限をなくすというように言われ方をするほどすごく柔らかくしなやかな作りとなっております。これ実際単品でももちろん販売してるんですけども、意外や意外面固定以上にタレ単品でのオーダーがかなり多くいただいているのもこの赤無限という防具の特徴になってます。つけてるのを忘れるような感覚になるほど軽く柔らかいタレとなっております。あまりにも薄くしすぎているわけではなく、適度な厚みを残しつつこの柔らかさを表現している素晴らしいタレじゃないかなと思います。無限シリーズの無限フライのご紹介です。これも実践折り刺し斜め刺しの防具となっております。こちらももちろん無限シリーズなので実践型で軽く作りになっております。本来の無限、赤無限よりもさらにですね、極端に飾りを排除してより機動性を高めた次の時代の実践型ということでですね、一応開発した剣道具になっております。無限シリーズは高級な仕様である無限、そして赤無限、無限フライと3種類ございますけれども、こちらも全国の武道具店様もしくは弊社のネットの方でも取り扱いしておりますので、ぜひご検討の方お願いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。